はい、皆さんこんにちは。今回は門司港駅にやってきました。そして今回はですね、門司港グランマーケット2022冬がね開催されるので、そこにね行ってみたいと思います。これ見てください。もうすでにね多くのお客さんが集まってきてますね。すごい。アンティークなコーヒーカップとか置いてますよ。いろいろありますね。木の雑貨木漏れ日ねえ、すごい手作り感満載ですね。頑張って作ってくれたんでしょうね。やろうどもみたいな感じで、なんかアメリカのダイナーズカフェとかに置いてそうな商品ですよね。こういう雑貨ね、可愛いですね。これはコースターみたいですね。こっちはビーズのちょっとオールドビーズ使ってたりとか、チェーンをサービスカルで高くなっちゃった。ところどころにキッチンカー出てますね。皆さんが美味しそうに食べてるんで、僕もお腹が空いてきましたね。早く何か食べたいですね。
金属造形工房って書かれてあります。アウトドアにいいですね。これキャンプとかね、バーベキューするときとかいいですよね。流木1本1000円。ちょっとこれね、笑ってしまいました。こういうのも売っていいんですね。はい、ちょっとね、別のエリアに移動してみたいと思います。景色がめちゃくちゃ綺麗ですよね。やっぱ門司港レトロ最高ですね。橋の方を渡って海峡プラザの方に向かってみます。私も この辺りが飲食エリアみたいですね。皆さんね、美味しそうに食べてますね。ちょっと最後、台の上で一番高いところでパフォーマンスショータイムお届けしていきます。
よし、じゃあ行きますね。声が悪かったんで、分かりやすく3、2、1で行きますから、1聞こえたら全員拍手ね、お願いします。行きますよ。こまりご注目、3、2、1でまとめて拍手をください。行きましょう、こまりご注目です。3、2、1、まとめて拍手を、今です。はい。動画を SNS とか YouTube にアップロードはしないでくださいって言われたので、ちょっとこれ以上はちょっとやめときます。ただ写真とかそういう静止画はいいみたいです。いやー、ほんと素晴らしい芸でした。ちょっとね、感動すらしましたね。ここまでありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。あ、折りたたんでありがとうございます。折りちゃんも最後までありがとうございました。最初この人発見した時びっくりしましたね。ミドリーマンって書いてますね。すごいですね。面白い。はい、今回はここまでで終わりです。次回は境町銀天街の方に向かってみたいと思います。